夏ですね、海にぴったりだなと思いしました。次も、海にぴったりだなと報告したいんですけど、今に、南国の海にという曲とはまた違った、どっちかというと深海、海の底のような涼しい感じが、まさに今のこの、ね、夜の真っ暗というちょっとぴったりの曲かもしれませんが、ご注意をお願いします。ピエラ・ルキッツシーワードでお願いします。あ、エンディングに近い、当ててしまうので
ましょうと思います。今日は長岡大光寺、大光寺、今日の昼ですね。長岡の大光寺で一個ライブしてみたらここに来ました。まあね、前ぐらいに時間が経ってなかったからそういう参加になったのかなと思ったんですけど、本人は調整してもらって普通にダブルブッキング調整してもらったんですか。普通にダブルブッキングをかましてくれました。はい、なんだなんかは無事に応援させてもらっております。山根富山の、ピアノ担当、佐藤アルト from 長岡。リーダーさん、住んでるのは正子、すぐそこですね。そこの正子小学校のすぐ裏ぐらいに彼は住んでおりまして、僕は徒歩10分ぐらいかな。地元だよ。地元と思いきや、ね、2年前にコロナ禍とかですね、はるばる北海道の室蘭からやってきまして、まあね、大好きなベーシスト僕が今タイミングにすげえみたいな気持ちくれたっていう、僕らとしてはすごくありがたい存在でおります。リーダーの山根俊平。ドラムは、僕はね、小針中学校出身で、住んでるのはそのペラジュですけど、秋の裏で住んでます。まさかね、ここで小針もね、ちっちゃい頃から馴染みがありますし、夕日もね、コロナ禍なんてすごく何回も見に来ました。だからここでライブができると思っておりませんでした。今日はよろしくお願いします。宮村健です。よろしくお願いします。冬、新潟はね、ちょっとずつ今、活動をしております。山田教授よろしくお願いしま します。じゃあ次にお送りしますのは、本当に1ヶ月前ぐらい私、すごく大好きな、キーボードスト、ピアニストがアメリカにおりまして、ショーマンというね、素晴らしいプレイヤーですけど、残念ながら、1ヶ月前ぐらいで亡くなってまいりました。彼は、プレイヤー、本当に大好きなので、今日、ちょっとピアニストをしたいと思います。よろしくお願いします。
芸能者に、お前と会いましたということをお送りいたしました。では続きまして、せん越ながらですね、私のオリジナルを1曲やらせていただきたいと思います。この曲はですね、海南市、村上と柴田の海、ね、南市にね、市がありまして、そこのね、島渡らにという曲を、高台に神社がありまして、そこを坂を馬が登る、鈴の子いっぱいつけた馬が登る祭りがありました。その祭りはシャンシャン群馬というんですけどね、毎年4月18日にやりました。それね、毎年大阪毎年見に行ってるんですけど、それにインスピレーションを受けて馬が駆け上がる曲を作りました、これいつかね、その本当のシャンシャン群馬でやっぱり作られて提供できたらいいなと思って、ひそかに企んでおりますけど、その曲を結構お送りしたいと思います。シャングシャングWe'll be right back.
るまでこんな付き合いがありますので、ね、見てお付き合いが幸いでございますということです。早いもの次の曲で、ね、最後になってしまいましたというね、今日初めてここに来たのでライブをやらせていただいたんですけどね、すごい響きいいんですよね、すごくやっててすごいのですよね、うん、ね、そうだね、音の活用されたらやっていくんですね、これからね今度も、いろんなイベントがあって、ここはすごく気合いついたらいいなと、地元の私も思っております。それからここにぜひやっていこうと思います。今日は40メートルでした。ありがとうございました。最後に曲をお送りしますのは、これですね、もう一曲オリジナルをやらせていただきます。これはですね、新曲、ここで初めてやります、曲でのぬったりプラスストリートと言いまして、皆さんご存知で中央曲ぬったりの素晴らしい曲がありますよね。そこのイメージにこうなんかあそこをね、曲にしたいなと思ったんですよね。ヌタリビートヌタリビートっていうね、ライブもやらせていただきましたし、すごくね、音楽の感動の話とか、ヌタリの雰囲気がすごく大好きなので、ヌタリプラスで使わせていただきました。では、聴いてください。最後にお送りします、ヌタリプラスストリート。
Thank you.
Thank you.